Bonjour à tous et à toutes, c'est Miki. J'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. Je suis dans un restaurant Udon, Tosaya Fukai, à Osaka. Allez, c'est parti pour l'interview. Pensez à mettre le sous-titre. Merci. Hi, じゃあよろしくお願いします。ます いや、緊張するわ、ちょっと待って。すげえ笑ってるんですけど、大丈夫なんですか？はい、じゃあお願いします。いつもあの土佐屋には来させていただいてありがとうございます。はい、こちらの方も来ていただいてありがとうございます。はい、で、お店を始められたきっかけを教えていただいてもよろしいですか？お店を始めたきっかけは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、たまたまうちの身内の人が、まあ、おうどん屋さんをするんでということで、まあ、その時まあ僕は違う仕事をしてたんですが、まあ、料理をするのが好きだったのもあり、声をかけていただいて、まあ、始めようかという話で進んできたのが始まりですかね、当初の。はい、新規一点というか、今までの仕事と全く違うことで始められたんですね。そうですね、まあ、今それまでの仕事は建築関係の仕事だったんで、まあ、全く別の仕事だったんですけど、まあ、まあちょっといろいろあって、まあ、飲食関係の方にも興味があったんでね、まあ、それで、まあ、ちょっとやってみようかと思ってやってみました。はい、それまで、ね、今までの経験の中で飲食っていうのはされたこともあったんですか？はい、まあ、学生時代ですね、某有名牛丼屋さんで、まあ、アルバイトしてたぐらいですかね。はい、じゃあその今までのお仕事と全然違うことをされて、やっぱりいろんな発見とか大変なこととかもあると思うんですけど、お仕事の楽しいところと大変なところと教えてください。楽しいところはやっぱりお客様にこう喜んでいただけた時っていうのは、やっぱり今でもですけど、すっごく嬉しいですね。これは何者にも代え難いぐらい嬉しいものであったりしますけど、大変なことってね、割にないんですよ。なんでしょうね今考えると全くそういう大変だなと思ったことがあまりなくて、まあ、強いて言うと、まあ、お客様に迷惑をかけた時ぐらいですかね。ちょっと、自分の中でしんどいなと思うのは、仕事に関してはもう全くもってしんどいなんて思ったこともないし、まあ、それはいつのあれでもそうなんですけど、どの仕事でもそうですけど、それは全く思わないですね。やっぱりお客様にこうお出し提供するのが遅れたとか、ね、すごく時間がかかってしまったとか、提供するべきお客様に物を提供できなかったとかっていうのは、やっぱりちょっとね、自分の精神的にしんどいですね。あとはもうそんなにしんどいことはないです。はい、伺った話だと、結構朝早くから遅くまで働かれてるようですけれども、はい、それも全然しんどくは。そうですね、朝は断然建築関係の時の方が早かったですし、まあ、夜もそんなに変わらないんで、建築関係の時と。もう全く僕としては、苦労でも何でもないです。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、このお仕事をされてて、一番のこのお店の魅力っていうのは何ですか？まあ、このお店自体、当然味はあれなんですけども、やっぱり活気のある、やっぱりもう何ていうんですかね、フレンドリーな感じで、やっぱりお客様を迎えて、皆様笑顔で帰っていただけるような、ね、お店だと思ってますので、ね、それをまたこれからもずっと続けていきたいなと思ってます。はい、なるほど、ありがとうございます。ここは、深井の駅からもすごく近い場所にありますけど、外国のお客様とかも来られますか？ね、外国のお客様は、まあ、皆目って言っていいほど来られないですね。まあ、以前に近くで
交換留学生の時に来られた方が、家族でいらした時に、そこの家族と一緒に来られたぐらいですかね。あとはまあ、お隣の国韓国の方が、日本に住んでおられる方 に連れて来られたとかっていう感じの方はいますけども、あと、まあ、単独で来られるということはまずないですかね、はい、ぜひ来てほしいですけどね、はい、そうですね。この近く の、 古墳群とかも今世界遺産目指してますので、はい、来られる機会も増えるんじゃないですかね。まあはい、それは多少期待はしてますけども、まあ、いかんせんまだ日本国内での話なんで、ね、それがやっぱり確実性を持って決まっていただくと、こちらとしてもありがたいかなと思います、はい。今回このビデオはフランスの方がすごいたくさん見てくださって、こう日本に興味があるフランス人も多いんですけど、はい、その方たちに向かって何か一言お願いします。まあ、フランスの方にうどん自体が馴染みがあるかどうかはちょっとわからないんですけども、まあ、一度食べていただいて、日本の、まあ、伝統的な料理でもありますし、まあまあ、一度食べに来ていただけたらなと思います。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ちなみにおすすめのメニューはどれですか？おすすめはですね、カレーうどんですかね。まあ、当店、まあ、3店舗あるんですが、3店舗で教えているのは、まあ、カレーうどんです。はい。あと、まあ、夜のメニューとしては、もつ鍋とかもありますんで、まあ、ぜひ食べていただけたらと思います。はい。ありがとうございます。シブゼットアブネアラシェン、エイクブモントレ、レクランコムサ、アマスタ、ブプベアブワ、おでん、チクテン、ウタモゴテン、グアチットモン、ディスペイクブザベメラビデオ。Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et partagez à vos amis. Je suis très contente. Merci et à bientôt. Matane.